はいひとつきまさしみです今日はですねまあ、原爆投下された日ではあるんですが、うんえー、そんな日にですね日本が世界にですね恥をさらしてしまったとでそんな4人がいいますはい、でそれはですねまず1人目、はい菅さんですこれ、ロイター通信に載っちゃいましたね、まあはい、菅さんが広島の,です、ね、この,あのスピーチ、うん、読み飛ばしちゃったっていう話、うんうん、私はこれ、わざとなんじゃないかというふうに思っています。<laughs> はい はいで次、もう気持ち悪い、この写真、もう <laughs> <これ S 1> 河村、川、ね、村さんがその後藤選手のやつをですね、がぶってかじって、で迷惑かけたんだったらごめんなさいとかっていうふうに言って、トヨタがぶち切れたらすぐにトヨタの本社まで行って謝ったっていうですね。まあ、<メ>名古屋だからね。何とんのか、お前は。ねって思うやつ。はい、次、これ、久しぶりだね。 なかなか。ジャパニーズこれ E. X. エクストリームプライムミスター。違う、E. スっていうのは、あの例えば、えっと昔の。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと前のみたいな感じですね。エクストリームプライミミスターではないんですね。はい。はい、で、これはですね、あの何なのかというとですね、杉山浩一さんの音楽をご利用したのは、この人。っていう。簡単に言うと。記事でしたね。はい。よく、まあ、そんな話を海外記事が取り上げ。はい。で、次、これ。まあ、簡単に言うとですね、森吉朗がですね。 あの大阪なおみさんじゃなくって純粋な日本人男性が聖火リレーの最後を飾ってほしかったっていうクソな発言をっていか<や>にもほら<う> EX ヤンキープレイヤーとかあでしょあなるほどなるほど、うんまあ、こういうのがあってですねまあ他にもそこらへんをです、ね、細かく紹介してるこの辺りの記事とかこの辺りとか,この,りとかこの辺りとか含めてですねあの話をしていきたいなというふうに思っています、はい、はあ あ今日は初めからもう <laughs> やだもう本当にもううんこみたいな話が多すぎるでしかもオリンピックやってるからうんこみたいな話がもう海外にバンバン報道されるうもう特にこの菅さんのですね、うんえー、広島のスピーチ読み飛ばしはですね、うんうん、まやちょっとびっくやしたね。びっくりしたっていうどこ,どこら辺びっくりした いや読み飛ばすところが、まあ、そもそもびっくりですけど、うん、読み飛ばしてすみませんなんだけど、うん、いやいやいやこれ安倍さんだったら絶対読み飛ばさないっていうのは安倍さんのこと褒めてるわけではなく、うん、安倍さんは多分こういう場所における振る舞いの重要性、うん、えとここで失敗したら一体自分の評伝がどんだけ減るかっていうことは分かっているのでですね、うん、絶対そんなことしないんだけど、うん、菅さんのこの読み飛ばせてしまうメンタリティー うん、すごいと思いますいやしかもですね核兵器のない世界の実現に向けた努力を誓う部分を読み飛ばしてるんですすごいですよねそんな無理無理無理に決まってんじゃんってまあ,あそういうことだと思うんです菅さんの心の中ではねえお前核の傘なかったらどうなってって思ってんだよとねえ <laughs> 核兵器がない世界の実現はっっていうことだと思いますよす素直って感じですけどはいでただしですね、はい、あの核兵器禁止条約 こちらに日本は批准してないんですよ。あ、そうでした。はい。あ、そっか。はい。ええ、なんであのまあそういうふうだ正直ですね。正直ですね。核兵器の禁止条約に関してはアメリカええあとですねえロシア中国フランスなどもええこれ不参加です。ああそうなんですね。だって持っても。そうですね。インドもパキスタンも持ってますね。ねだから不参加です。なるほど。はい。 あとはでですすねね韓国も不参加なんでかっていうとアメリカと軍事同盟結んでるから <laughs>、ね、なので日本というのは唯一の被爆国である、うん、ね、えー、であり本来であれば核兵器をねきちんとあの廃絶の方向に行くのが筋ではあるが、うん、残念ながらですね芝、はい、さんの中ではですねそういうのはないわーないわー全くないみたいですねいやだだだっっっててさあるんだったらだって 平田さんさ広島平和記念公園で8月6日に式典ね挨拶してくださいって言われて読み飛ばす根性あるないいやほんと怖い石投げられなかったのかなって思うもんいやすごいよねでまあこのね広島市長ののコメントというか話ねこれ核兵器の共存ありえないと禁止条約の参加求めて書いてるでしょ参加してみてそういうことですねはいはい。 で平和記念公園にさ被爆者の遺族代表えである須賀市長83カ国いろんな人が参列されて、うん、新型コロナの影響で規模が縮小しましたと、うんはい、ね参列者は例年の1割に満たない800人ですみたいな。はい こともあってですね。そうですねまあ、これ、あの、広島市長としてはですね、核兵器との共存はありえないと。はい、あ、この話もありましたね。はい、黒い雨訴訟も含,含めてですね、被爆者と認められた二人も参列しですね。はいまあ、これ、あの、菅さんの方でも、この訴訟は大丈夫。もう上告しないと。しなるほど。まあ、あれも人気取りだと思うんだけども、あと、あれは単に面倒くさかった。なるほど。はい。はい。ね。 まあこの本当にあの大変痛ましい話なんですけども、うん、読み飛ばすか普通 <laughs> ねえいや怖いよ本当にでで広島市の市長としては同じ松井でもあの大阪市の市長とはだいぶ違うなと思うんだけどもねいや松井い井松井松井,松井それ松井市長と吉村市長<っ><村>混ざっとるから<笑><笑>、はい、人類の英知を結晶する必要があると、うん、日本政府は被爆者の思いを誠実に受け止めて、うん、ね 一刻も早く核兵器禁止条約の終結国になってくれと。ええ、ね、これはね、あのずーっと。無視してるんです。ね、まあ、これにはいろんなあの問題があるんですよ。あの核兵器に関しては、うん、じゃ、禁止条約に結んで、うん、まあ、禁止条約って簡単に言うと、国はもう核兵器全部捨てようと。まあ、そうですね。っていうふうに言った場合、テロリストが作ったら、どうするんですか。ああ、そうね。 太陽を盗んだ男的に、ね、そう、うん、だけどさ抑止力になんないじゃんそれ一人のテロリストがさあのじゃあ例えばねあの頭のおかしい日本人が核兵器作って、えー、アメリカのあのそうだなペンタゴンあたりで爆発させるでし,しょ怖すぎるでしょじゃあこれ日本人だからっつって <laughs>、うん、あの東京にね核ミサイル撃つのかいや あそういう意味ではね、うん、あの意味ないんですはいで、えー、もう一個ですねちょっと今日ねひろたさんとさ打ち合わせせずにね、うん、あのー、紹介をねあの知らないこれ、あのー、何を記事があるんですけども、うん、はいこれ2017年の記事ですのトランプインヘイツアーシークレットサイバーはあげんストノースコアリアミサイルズ。これですねあの北朝鮮のミサイルがですね、うん、16年か17年ぐらいにですね発射実験中に爆発したんです、うん これはオバマ大統領から続くサイバー攻撃の結果だということをニューヨーク・タイムズが報じてるんですねトランプがやったんだと。トランプがやったというかトランプがそれを継承している受け継いでいるということなんですけどつまり核兵器今ねそもそも核兵器っていうのはあのもう戦争の在り方核兵器だってさ1945年に使用されたんですよでコンピューターの誕生が70年、80年代だからもう戦争のルールは変わっていてですねドローン そして AI、うん、いわゆるそういうものになってきているわけですよ、そんな時代に核兵器なんか時代遅れだろっていうで、さらに今回のこのニューヨーク・タイムズ、これ2017年の記事とかを参考にすると、はいはい、核兵器持ってるりするじゃないですか、うん、北朝鮮が、ね、ミサイル発射、ば、うんうん、ー、うん、ってなった、これ、アメリカのサイバー攻撃だって言われてる。じゃ仮にこれ、発射実験でしたよね。うん ロシアがアメリカにサイバー攻撃を仕掛けて、うん、アメリカ軍の核ミサイルが急にチ、うん、ュワッ<ー>てなったらどうする怖すぎる逆もありえるキューバ危機再燃じゃんもうキューバ危機どころじゃないあ使われなかったから <laughs> そうだねあるいはロシアの核ミサイルとったチ、うん、ューあるいはそれだったらもうそんなことしないよ安全保障の観点から考えてさ、うん そんなことやったら、ダメじゃん、何の得にもならないよって言ったら、最初の話を思い出してください。頭のおかしいテロリストって言いましたよね。どうしてそのテロリストが、ハッカーじゃないと、言えるんですか?。あーこわ、でもそうですね。それだったら、わざわざペンタゴン行かなくても、はい、下手すると日本からでもできちゃう。やってやって、うんうん、で、そして。世界中の核ミサイル同時発射。お<ー>っていうリスク抱えてんすよ。まあ、そうですね。 だからもうない方がいいの。そんなことよりもドローンでブンブンブンってやって、バイデンドン、あるいは習近平ドン、菅さんにドンとかってやる方が被害も少ないからいいじゃん。滅ぼしたいのか。しいところがあの欲しいところにできるしって思滅ぼしたいんじゃないよね。統治したいんだよね。得が欲しいんだよね。 メリットないじゃん核兵器っていう観点とかを無視して、うん、だってアメリカの核の傘に入ってるしのーとか、まあ、ぶっちゃけ自民党としては核武装してえしとかそういう理屈でですねやらないわけですよ。<laughs> あね、で,で北朝鮮なんてさそんなそんなって思うかもしれないですけども、うん、あのもう一個あるんですよ。あののイランのさ遠心分離機 はい、遠心分離機のあのやつはですね、えー、破壊されたねあのやつがあったんですよこれは2010年ですえー、じゃあ11年前かはい、はい、えー、でこれはですねいらああのー、まあ、遠心分離機っていうのはですね、はい、簡単に言うと,、えー、と核のウランの天然のウランとか含めて、うんえー、使いやすいやつに濃縮するやつですうんね、うん、核,核のあの核ミサイルに使うこのウランっていうのはさ簡単にとこうシャ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 して あの濃縮させなないいと使えないんですよ<い>、ね、でそれを使うのが遠心分離機なんですけど、うん、これ2010年の段階でこのイランの核施設はですねつまり2010年2016年頃このイランと、はい、あの北朝鮮の段階で、はい、核施設に対するサイバー攻撃が行われている。はい、時代遅れ、うん、にもかかわらず菅さんはあのそんな知識もなく。 かつおそらく広島に対するねあの要望も何もなくねっ、うん、<laughs> ごめん読み飛ばしちゃったあと大事なことが一つ言っておく、うんうん、五輪は感染拡大広げてないからそ,うそ,うそれ言ってましたねいや今今言うみたいな <laughs> そう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 え,えそれここで言うことって感じでしたねっていうね、うん、凄まじくないですかいやー菅さんの、うん、いやほんと菅さんはすごいと思うよはい、うん、これがあの なかなかロックだよねこの菅の馬鹿たれいや私天皇にも喧嘩売ったのかなと思ってやもう天満倒ってるも天皇にも喧嘩売るは被爆者よりも喧嘩売るわもうオリンピックでコーブな拡大してねーよって言うわすごいですよね国民皆保険制度にも挑戦を仕掛けてくるはあの重症患者中等症以外は入院するなってやるんもうむちゃくちゃっすよ。むちゃくちゃっすないこれについてですねもうひたすらあの いかにね、核兵器というのが時代遅れであり、先ほど言ったようなサイバー攻撃の中、うんね、そして21世紀の戦争というのはどういうものに発展していくのか、それを IT、コンピュータウイルスに関して一体どうなっていくのか、喋り出すと止まらないので置いといて、そしてちょっと難しくなっちゃうね。はい、あの非常にオタッキーな話になるので、うん、ちょっとですね、先生セーショナル話いきますか,、はい、どうですか。女性としてこれ見てここれれれですねこれねこれ顔が怖いんだななまずな キモフ <laughs> <laughs> これはね、あの、まあ記事もなかなか。そりゃそうだっていう内容でした、ね。n. B. C. はしかも、オリンピックの、あの。大スポンサーですからね。はい。うん。あのー、九千億円くらい払ってます。そうですね、はい。その n. B. C. ですら、いや、これはあかんやろと。はい。このタイトルがですね、日本の市長がオリンピック選手の金メダルを噛んで、怒りを爆発た。はい、怒りを爆発っていうのは、あの人々が怒りを爆発させたという意味ですね。はい、ちなみに、こういう時にですね、平田さんが、うん、あの、本音で話さずにですね。<laughs> <laughs> 本当こういうの、気持ち悪いですよねとかって言ってると、平さんにストーカーつきますよ。ああ、そう、うん。あの正直に言っといた方がいい、このおっさんどう思う。いや、私はでもこれ。見たとき最初服のセンスが悪いな。先にそっちだったんだよね。あと、あの、マ、ま、マスク取って、わざわざやんのっていうのと、うん、お前。何首からかけとんでんとか、まあ、いろいろあったんですけれども。うん、あの海外の方では、えっ、ー、と、目の前に。 アクリル板があったのに、うん、わざわざマスク外してすくあのかじり寄ったこいつっていいたいで、ね、<laughs> 本当だよって思いましたけどね、うん、まあそうじゃなくてもかじんなよなんですけども、うん、このねやっぱ私女の子見ちゃう,いやそうでしょう女の子のこなんていうのとりあえず笑っておかなきゃいけないんだよなという、ね。そうです あの、ね、私がね女性の心をねあの勝手にご配達さ,させていただきます <laughs> 心の宮内庁長官清水優子拝察ねっ <laughs> お前決めんだよビーぐらいの勢いだと思う <laughs> まあねーだって皆さん考えてみてくださいよ一生かけてずっと一生懸命頑張ってきたメダルですよ、うん、ねそれをさ、うん、こんなふうに扱われるね じゃ平田さん、例えばさあの漫画で賞を取ったと。ねでそれに関して「へえ見せて見せてすごい!」ブて俺がないかどうも。清水さんはよく知った中ですけどあるいはあのね港区長とかにやられたら。港区長とかさ練馬区とかさそれをうる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 ってされてすごいこれ最大の愛情表現のつもりなの、平田ちゃんはーいって。それたどうも。 いいや困困るるねそれはちょっと困るっとていうレベルかうーんいやでもまあうんそうね今回のやつはやっぱりあの後ろがコロナ対コロナえっ、ー、となんだっけ負けないぞコロナみたいなことが書いてあったっていうのもあるし、うん、いろいろとこうなんか呆れるところが多すぎて、うん、怒りより先にす,すごいなこんなことができるって日本って遅れてんだなっていうのがもうやっぱ先に来ちゃうんだよ。うん、うんまあ、感染対策としてもなってないしねほんとに。であの今回ねあのこの選手ね ソフトボールの後藤選手ここでさ笑もし「ビンタしてたらね」「ふざけんじゃねえよこのクソったれ」このクソじじいが「きめえんだよてめえのつばついた金メダルなんか汚くて触っててくもあよバッチって言って名古屋の管理してたしましょうそれはなかなかはいで例えば平田さんがねここで「このじじいきめえな」とかっていうふうに言ったらですね何が起きると思いますかでしょうねはい つまりですね、可愛い女の子、うん、弱い女の子、うん、こういう時に、はハは,はって笑う女の子を、日本社会が求めてるんで、うんまあ、それだからああいうふうにしたってことでしょ俺、クソだと思う、その,その構造自体が。うんそ,ね、でそして、後藤選手がここで切れられるような人だったら、うん、スポーツ、そんなにね、頑張れません。<ー>なんでかっていうと、部活とかでもっとセクハラとかパワハラ多いから。 セクハラパワハラ問題は実際に問題になってめちゃくちゃ多いですか。ニューヨークタイムズでもうすっぱ抜かれてるからね。はい。だからあのそういう意味ではここでね後藤選手がねあのおとなしくしているということ自体が私は闇。でそれに乗じて噛んだあの河村最悪だと思う。でその上トヨタから抗議が来た途端トヨタ氏まで行ってすごいよ。ひどいよね。市長副市長スポーツ局局長。 はあうんうん視聴室室長全員で行ったんであそうなんだで本人のとこには行ってないのそれで「すいませんでした」っていうふうに言って受付で突き返されてるそ前それする前にさ河村やる前にさ後藤選手謝れよそれはやってないんだよね多分ねいやいやんかあの一応コメントはしちゃいやトヨタの前にトヨタの前にはやってないよ最悪だと思う当んねクズです 俺すっごい怒ってるこの件ではありえないでしょうじゃあ,あ NBC がどういうふうに報じたのかこういうくそったらかなの,っあのいるから世の中あのダメ,なダメになるんだよ言いますかはいえ川、ー、村 高名古屋市長、あ、違う違う、ごめん、日本のある市長は木曜日、コロナの懸念があるにもかかわらず、地元のオリンピックヒーローの金メダル、これで、ね、噛み砕いたって書いてあるんですけど、噛み砕いたら別のことで怒られるんで、噛んだことでね、ソーシャルメディア上で、えー、炎上し、謝罪をしましたと。うん 岡村史名古屋市長はカメラが回っている最中にマスクを外しソフトボールで優勝した後藤投手のメダルを口に運びコロナ対策をしている、えー、同胞まつまり他の人たち、ね、を激怒させましたとしかもウイルスの拡散を防ぐために手を洗いソーシャルディスタンスを置くように警告する看板の前に立っていたんで,たくで、はい えー、次読みますかどうも、はい、東京オリンピックの柔道60キロ級で金メダルを獲得した高橋選手はビデオを見て、えー、彼の歯がカチカチと音を立てているのを聞きました、うん、メダルが傷がつかないように慎重に扱っていますまあそれそうだけどメッキだから一応、うん、自分がね後藤選手が怒らずに平行性を保っていたのがすごい、うん、私は泣いていたでしょうと俺ねこれに関してはね、うん、ごあのこの柔道の,さ、うん、あの高藤選手に対して高藤ささんんごめんなさい高藤選手に言っておきたいです、はいうん、ね。 泣かずに平成を保っていいいたのがすごんんじゃないんです、うん、あなたは柔道の選手で男性だからねそう言えるかもしれないけども私は女性がね泣かずに平成を保っていたのがすごいんじゃなくって「うん、本当は泣きたいだろう」と「うん、許せない」と「俺が一本背負いしてやるな!」ってそんななことを書く方が私はいいと思うよ。<ー> これはあくまで男性視点のあの意見に私は見えた。そうなんだ。俺はね。なるほどね。なんかいい話のように取り上げられてるけど、俺はちょっと。これは違和感を感じたよ。はい、メダルを噛んで金の有無を確かめるという行為は、えー、コロナが登場する前の時代には勝利した。アスリートたちの間でよく見られたジョークのようなジェスチャーでしたが、えー、23日、7月のね。23日のオリンピックは開催されて以来、えー、と日本では患者数が急増しているため、この書いてあるじゃんね。うん、現在では嫌われています。 東京2020のえっ、ー、とツイッターですね、うん、であの東京東京2020のメダルは食べられませんよ、私たちのメダルは、えー、リ,サイリサイクルマテリアルから、うんえー、できています、経、ま、済、あね、電話とかのメダル回収日う日本のえー、まあ皆さんからそれは寄付されたものですと、うん、だから食べちゃだめですよ、でもまだやるでしょう、うふふみたいな感じのはいうふふじゃねえよ、東京本当に2 0、まあ、こ,これ。 これい、今回から、今回から、ひまわり持ってるもんな、うん、うん、まあ、っていう、はい、話です。はい。えっと、日本の当局は、オリンピック開催前に、うん、あ、ごめんなさい、もうちょっと、お願いします。うん、オリンピック開催前に、東京で非常事態宣言を出し、あ、緊急事態宣言ね、これ、うん、出し。えー、ファンのスタンドへの入場を禁止しました。うんうん、さらに、木曜日には、東京都が、はい、書いてあります。新たに5千四十人のコロナ感染者を報告し、記録を更新しました。 ですね、はい、日本国民はパンデミックの中でのオリンピック開催に一貫して反対していましたが、n p c がそういうことを書くんだよ。うん、オリンピックが国のコロナ危機を悪化させるのではないかという心配がメダル数の増加を喜ぶ声に変わってきたことからやむを得ず受け入れる方向にシフトしているようです。実際あの 最大メダル数を確か超えたんですね、うん、日本の女子ソフトボールチームは決勝戦でアメリカを2対0で、えー、白ろ付けて金メダルを獲得し喜びとメダル数の両方を増やしましたしかし川村選手の動画は多くの人にコロナへの懸念を改めて抱かせました、はいえー、オリンピックで銀メダルを獲得した太田選手も川村選手の川村選手の行為川村市長 お行為を非難してますだからごめんなさい、うん、さっきの河村市長の動画ですね、これ、ちょっと翻訳が間違ってます、うんえー。非難の内容、アスリートに対する敬意の欠如を示すだけでなく、アスリートが感染防止対策の一環としてメダルセレモニーの際に自分やチームメートにけメダルをかけてる、まあこ、こういうことです、うんうん、人からかけてもらえませんにもかかわらず、えー、噛んでしまったというのは、ちょっと理解できませんとここになんかさ、すいません、理解できませんと述べたっていうふうに書いてあるんだけども。うん すいませんいらないよねこれね謝る問題に関してはですね、うん、また別の記事に書いてあるんですよいやほ本当許せないわ、うん、でまあ、あとトヨタがね、はい、怒ってるとトヨタも反発しましたので,す、ねうん、でまあまあ賞賛と権威をかんあの感じることができなかったのが残念だと感染防止に配慮できなかったのが遺憾だという話ででまあ市長はテレビで謝罪しましたと。うん えー、名古屋市長としての立場を忘れ、極めて不適切な行動を取ってしまいましたっていいんだけど、名古屋市長じゃなかったら関連のって話なんですけどね。私こいやあ、もう本当にね、<laughs> <ん>人間としてうんね、うんうん、あの極めて不適切な行動を取ってしまいました。大変申し訳ありませんで。うん、うんまあ河村さんね、問題多いんだこれ以外にも、まあまああの偽造問題とかあのリコール問題とかいろいろありましたけれども、んなんかまあやる人は。うん えっとどんどん隠してもまた次が出んだなというふうに思いましたけどね。ちなみにこういう問題に対して、うん、あの女の子女性側がね、うん、あの耐える人ほど、はあ、この日本社会で出世できる構造自体がクソみたいな。まあセクハラがついこの間まであったようなというかまだあるところがありますからね。ま、だあるし、うん、橋本聖子会長オリンピック会長なんかさ、うん、父親にさ池にぶん投げられてね三四歳の時にそれを美しい思い出って思えるんだよ。うん、あ書きましたね。ありえないよ。はい。 私今回、うん、あの川村さんが一番嫌ですいやもう本当にクソ最悪野郎だと思いますそして日本を象徴してると思いますあトップにいてさでそれであれ天皇陛下が持ってきたらどう,どうやったと思うトヨタの社長が持ってきたらトヨタの社長がこれうちのさチームチームが取ったメダルなんだよって持ってきた時に<ー>噛むかむか 女の子だから簡単んだ,んだろ。ざけんじゃねえよって。うん、すごい腹立ったこの。も見るだけで毛がらしい。三年に扱うけた。まあそんな中ね、感染がね、あの広がってるらしいんですけどバッハさんに言わせると、これの政作全部うまくいったぜいやいやらしいよ。あ、いさあ、今日はどうですかね。もう出ましたかね。もうそろそろ時間ですけど。東京東京コロナ出たかな。神奈川あ,あ出ました。なるほど。本日この撮影してる段階ではですね。えー。 4515人とは過去2番目の多さねあのバッハ何つってんだコロナ対策は全て不満が言ったもうほんとクソやこの人一体何をってそう言ってんだろうなやっぱりパラレルワールドなんだろうな絶対お前もさこのバッハもさ君メダ噛んでるよ女の人なのいや絶対噛んでるなんかはしてだいそしてあのみんなのヒーロー阿部ねこれさすごいタイトルだよね ヘイトフルオリンピックスキャンダルって書いてある。まあ、そうですね。はい、憎しみに満ちたオリンピックスキャンダルですね。えー、その背後には。ゲスト安倍がいる。って書いてある。<laughs> はい、振り返れば奴がいるです、ね。振り返れば奴がいる。いや、いなくていいんだけどね。 これデイリービーストってあんま知られてないけど、なんかニューズウィークと。うん、えー、ニューズウィークとなんか合併したとかもそうだし、リベラル系のザあのニュースサイトで。しいで,で、一応ニュースの信頼とチェックでは、そこそこ信頼できるってマイクロソフトが言ってました。何、マイクロソフト?そんなのの。なんかマイクロソフトがニュースサイトの信頼性を測るメーターみたいなの。ね、それはフォックスニュースとかだと、まあ、ちゃ。 まあ大丈夫って時もあるけども OK みたいなどとかもあるんだけどもデイリー・ビーストは OK の部分でしたーいやーこれオリンピックの企画に携わった関係者がデイリー・ビーストに語ったところによってよく取材したねい,いや本当にねデイリー・ビーストこ,こ,まあこれも結局匿名なんですよね、うん、でもね、うん、えっとオリンピック式典の大失敗に基本的には安倍晋三が同性愛者で超国家主義者の友人や献金者に便宜を図ったものって書いてあるんだけど。心臓 そうですね。これすごくね。ウルトラナウルトラナショナリスト。うんうんそうですね。ウルトラナショナリスト。ホモフォビックって同性愛者って意味だったかなちょっとごめんなさいね。ホモフビックはどちらか同性愛というだけではなくってんなんかもっといろんな意味があま。まあなんかこう男女差別主義者。 とかなんかそういう意味合いの方がカタカナ英語にあもうカタカナになっちゃってるからこれに関してまあでもいいや倍が何言ったんだ本当に真っ赤に染まるぜはい東京に7月23日に開催されたオリンピックの開会式では日本の象徴を成功化させた元首相の安倍晋三氏は目立った欠席を目立った欠席いやこれすごいねなここが重要じゃん的には存在していました 何度も警告されるにもかわらず安倍首相の長年の名誉でもあり支援者でもあるホモフォビアでウルショロナウルビストの作曲家 <laughs> 杉山光一の曲がすごいな選手入場行進曲で演奏されましたテテテテテテテドラクエですね,ですねドラクエノ、ね、精神的には存在してるんだそういうことなんだけど、うん、東京2020組織委員会の職員がザ・デイリービーストに偏ったことところによるとこの決定は単なる不幸な偶然ではなく不幸な偶然オリンピック名誉顧問である安倍首相が 個人的に依頼したものだったとのことです。いやー、ー杉山浩一問題はね。かなり、あの音楽としては好きなんだけども。あ,あのー、どうしてもこの結構な、はい、あのー。ちょっとなかなか問題なんですよ。もう私は資材を統治してれば安倍晋三を応援したい。 ようやく悪夢の民主党政権が終わった安倍晋三バッタいっていうことを言ってる人ですかね。うん、結構すごいましった私ね。あの清水さんが教えてくれたインタビュー読みましたけれども、はい、うーんうんうんって感じでしたね。やばいっす。はい、まあやばいです。 に救いにがそういう思想を持ってるわけではないのであれですけれどもはい杉山浩一はゲーム曲ゲームソングま今回ね開会式に使われたゲームソング19曲のうち杉山さんの曲が最初に使われたのは安倍総理が最も重要だと判断したからですと言われましたとこれデイリー・ビーストに語った職員の人なんですけど秘密保持契約のために匿名を杉山氏は人気ゲーム「ドラクエ」の音楽を担当したことで知られていますが悪質なフォモフォビアの政治家の身 をしたりすごいですね。日本軍が行った大虐殺を否定したり、第二次世界大戦中に日本で韓国人女性が制奴隷として使われたことはないと虚偽の証言をしたりするなど、あらゆる種類の憎悪に満ちた政治的発言や立場で悪名高い人物です。はい、それがドラクエです。はい。えー はい、くだらない要求は社内でなんとか案件と呼ばれていました。はあ、えー、なんとか案件 ?IOC 案件、小池百合子東京都知事案件、ああそしてもちろん安倍案件。あなるほど、つまり、なんで、杉山浩一なんだ、お前、いや、いいよ、ドラクエは、いいけどさ、この人、問題でしょって、いや、これ、安倍案件だからさ。っていう言い方ですね。いかは 匿名のあれにマジリアルだねこれ。<laughs> はい、はい、リアルです。また、あ、匿名だからね。うん、えまた杉山氏の、えー、有害な個人的見解が大会を汚すのではないかという委員会で指摘された際、うん、2020年東京オリンピック委員会の武藤委員長は社員にこう言ったとされます。うん、これが安倍総理の要請だ。やってくれる。安倍案件だから仕方ねえんだよっはい、ということですね。マジかよ。 本当にデイリービービ、ね、はい、はいえー、ではなぜ元首相は杉山氏の音楽を大会で使用するために首を突っ込んだんでしょうかとなんでなのすごいですね杉山さん90歳なんだえそうだよはい、うん、えー、安倍さん66のご歳そっか、はい、杉山さん90歳は、えー、イデオロギー的な仲間であるだけでなく日本の戦後の平和主義的な憲法を非難したり、えー、日本が戦争犯罪を犯したことを否定したりするなど物議をかむすような同じ意見を持っていますと、はあ、それはイデオロギーが一緒だと、はあ、またフランスと日本の融合したと高級 レストランで一緒に食事をしたり、時にはお互いの批判者を仕事から解雇させたりする友人でもありません。ありません？ありますなんじゃないのかな、これ。あ、首相同姓に書いてある。うん。しかし、しかしデイリービーストこれなんなの？これさ、多分さ。まとめ？うん、まとめサイトってかもう個人のサイトやろ。それもどうかと思うんだろう。まあでも一応この首相同姓。はい。多分あ、この二千十九年だから二十一日。

えでこの2人は数年前からパトロンとクライアントの関係を維持しているデイリー・ビーストが確認した公的記録によると、うん、杉山氏は2011年以降安倍首相に7万5000ドル以上を寄付しているドラクエの売り上げがこんなところに <laughs> 安倍首相の政治資金管理団体の収支報告書によるとミュージシャン、まあ、これは杉山さん,、ねうんうん、は2016年だけで150万円を安倍首相に寄付している、うん、作曲家、まあ、杉山さんは2012年の雑誌「フライデー」のインタビューで、うん、資材を安倍首相の支援に注ぎ とはい、今な<ー>にこれ残ってますね。ネットにもあるっぽいですね。はい、いや、もう、なんか、これ、すごいね、いつまずねば、エンディングスリアスオブチェン、え。ちゃん、チェンジズ。シリーズオブチェンジズ、アンドミス、うん、ミスハップそうですね。あもう、なんか、終わりのない、さ、変化と災難の歴史。連続、はい、<ー>でしたと。おお。東京オーガナイゼーション。 えー、まあ東京組織委員会の人のこれはセリフだということですね。うんはあ、オリンピックの独占的なマーケティングパートナーである一枚岩の高速広告ごリアて電通。 電通か。の社員はオリンピックの式典を前に安倍杉山の状況を把握していたとデイリー・ビーストに語っているつまりこれ電通の社員も何度語っていますと論争が起きることはもちろん知っていました6月下旬にはリハーサル中に杉山が作曲した「ドラゴンクエスト」の音楽が流れているのを人々が耳にしていましたしあるウェブサイトでは杉山を起用することがいかに問題であるか日本の橋になると非常に長い記事を書いていましたネットで話題になりましたしいくつかの新聞社がそれを鍵し つけてて質問ししきました。うん、私たちはみんな報道機関に伝えるように言われました「あそれはただの練習用の音楽です」嘘つき」「<laughs> いやいや無茶やろ」うと「うんえー、でまネ、あ、イリビーストチ」は開会式のプレスキットの編集に携わった人物にも話を聞きましたが、うん、その人物によると曲目は記載されていたものの、うん、作曲者の名前は記載されていなかったそうです、うん、バレるけどね。うん、上層部はメディアに嗅ぎ回られて窮地に立たされることを望んでいませんでした。うん ええー、まあなのでそれを嫌い中途半端な隠蔽工作をしたふーんなるほどうん,うんなんかもうふざけた話だねだから、ね、やっぱあの問題になるってわかっていたつけども、うん やってるっててることだで杉山さんはリアルタイムで安倍さんっていうふうになってて小山田さんとかさ、うん、えとそれから小林さんとかさもちろんやったことやあの発言したことに関してはもちろん問題があるけれども、うんまあ、10年とか20年前の話でやっぱりやめさせられるっていうふうな状況なのに杉山さんは、うん、いいんだみたいなところは非常にあります、ね、なるほどね。でうん、しかももこここれががすごく面白いいのに書いてあるんだけども ニンテンドがなんで今回使われなかったのかっていうことをあのかかっ書いてあるんだよね。はい、書いてあります。ニンテンド はい、このイベントが時限爆弾であることを意識していたのであ認識していたので土壇場で撤退しましたうん、うん、なるほど自分たちの曲は1曲も流れていません。これもまた電通の社員がです、ね、語ったところによると、任天堂はこれから起こる大騒ぎには絶対に関わりたくないと判断したのでしょう,うん、うん、安倍首相かっこ、選挙違反などで東京地検特捜部の捜査を受けているのマリオとして出演させたことを後悔しているだろうと、うん、今となってはいい顔ではない。 さら、はい、に付け加えると「ドラゴンクエスト」のゲームメーカーであるスクエニにも2018年に杉山の意見が会社の価値観を反映していないと指摘し、うん、公に距離を置いていてましたまあそれは確かねどっかに書いて「スクエアエニックス」か何かに書いてあったはずなんだよね。はい これですね。アンチ LGBT ドラゴンクエストコンポーザーだからこれは反 LGBT のドラクエ作曲家ですね。これ10だっけ ?10 だっけ ?11 だね。で11って確か別にそうというふうには書いてないけれどもかなり LGBT 配慮があるんですよね。 いやーなんかこれが言ってみれば、任天堂の音楽が使われなかった背後なんだ、ね、んいやー、<の>だって安倍さんがかかるんでしょ、うやめとくやめとくってことでしょ。で、安倍晋三にさ、結局、コメント求めたんだね、うん、デイリーリそうなんです、デイリーミッツは、複数のコメントをね、うん、安倍さんにまあ要請したらしいですけど、応じず、代わりに本記事の執筆者をツイッターでブロックしました。<laughs> <laughs> バカはい、東京オリンピック組織委員会もこの記事の執筆時点で質問に答えていませ、ねうん安倍元首相は昨年の夏49日間一度も記者会見を開かなかったことから報道機関を、えー、避けることで知られています、うん、また日本の首相の中で唯一118回も国会で虚偽の陳述をしたことがあり後にそれを謝罪していますしかし検,査審査会検察審査会はこの謝罪だけで不は不十分だと判断し先週東京地検がこれらの嘘に関連した容疑で安倍首相 再操作する必要があると結論、まあ、不当であると付けました。はい、いうことになってるわけだよね。そうですね。まあ長いな、まあ、こちゃんとしてるけど。からまあそのずっと書いてあることはですね。まあすごく重要なことなんですけど、まあ杉山さんにつ書かれてるのはこのあたりうん、うん、ということなんで、はいえー、まあこれはね。 ちょっときちんと考えていかないとダメな問題だなって思うんだけど、うん、まあ私はドラクエ好きだけどね杉山さんの問題してたしで、うん、任天堂がここで逃げた、うん、まあ、逃げたっていうかあの避けたなんでこれは避けた方がいいよ、うん、でもね皆さん覚えといた方がいいよ例えばねこのきさっき紹介した「金ンモイ村のクセ野郎」うん、もう正直俺はもう大っ嫌いですようん、うん、あんなことするなんてね日本の暴力の象徴です、うん、ね でそういうふうに男性たちが怒らなかったら私は女性たちも不快感をきちんと示せないと思いますよ。ねだってあそこでさ「金メダルいいね」っつってそこにバフンぐちゃってやったらどうも最悪でしょ、うん、最悪でしょでも同じレベルだと思うよ、ね、うんでトヨタがめっちゃ怒ったでしょ、うん、で今回任天堂を避けたよねこれさどっちも超儲かってる会社でだちゃんとああのまあこういう言い方はあれですけど、うん、結局候補がちゃんとしてるんですよねそして国際的に儲かってる会社で。うんうん もし任天堂やトヨタの基準で考えられないのであれば、うん、日本はまあトヨタは今回オリンピックの CM も全部引き上げたじゃないですかで、うん、その上こんあのー、オリンピックの河村市長の件もすごく話し出すの早かったですよねでそしてこれです。 クソみたいな話なんだけどさ、ボイスオブコットって書いてますけどね。いボイスオブコットオリンピックボスウォンテッドフィンメールリットフレーム。えフレームえ、うん、リットバイピュアジャパニーズ。うエックスヤンキープレイヤーのと大阪ですね。いやーだから大阪なおみではなくですね純粋な日本人。いやー。いやっぱ最悪。だこういうこと言うんだって話になってね。ゴミこいつもうゴミ<ー>本当に。 てかデイリービーストよく取材したなこれいやここビストってだけあってかなり噛み付いてますねはいまああの安倍さんにブロックされたらしいですけれどもはいブロックです今回はいもいいですかうんどうぞはいオリンピックの元会長まあまあ野球選手の松井秀喜括通称ゴジラが投資まあこれまたカギ括です投資を持った純粋な日本人としてふさわしいと話していたと言われていますとはい七月二十三日の 開会式で2020あ東京2020のオリンピックではですね、えー、今月のスーパースター大坂直美選手がローズゴールドの成果ですねを手にオリンピックの大釜に転化し世界を驚かせましたとしかし、これは当初の予定ではありませんでしたオリンピック関係者がザ・デイリー・ビストに語ったところによると不祥事を起こした前東京組織委員会会,会長の森吉郎氏は他の人物を起用するよう働きかけていたそうです。 はいえー、森氏は大阪直美選手ではなくゴジラつまり松井選手です、ね、に、えー、最後にオリンピックの炎を灯してほしかったのですとこれ罰則付きの秘密保持契約のために匿名を条件に語った組織委員会の従業員す、うん、すごいですねは、えー、デイリー・ビーストに語っていますとゴジラは読売ジャイアンツとニューヨーク・ヤンキースで活躍し20年のキャリアで通算507本のホームランを を放った伝説の外野手、松井秀喜の愛称です。このニックネームは彼のバッティングパワーへの敬意を表したものです。松井ね、これ知ってた、松井は映画ゴジラ vs。メカゴジラにゲスト出演するほどって言うんですけど、そうなんですか。何の回だか、ちょっとわからんな。<laughs> はい、自分のニックでも大切している。うんまあ、でも、はい、これもクソったれな話だね。うん本当に。だ、結局、なんだっけ、ええー、闘争心の本。 象徴まあこれ間長いんでちょっと飛ばしてですねうん、うん、え森さんが松井選手のニックネームをその場の雰囲気で面白いと思っただけだというふうにうん、うん、まあ一応この えー、取材した先には言われてるんですね「ゴジラは炎を吐くが松井はその炎に火をつけるという意味で面白い」というふうに、まあ、言ってたとスタッフが純粋な日本人とか言ったんやろそうですね<ー>それもありましたねまあまあいくらあのその場の冗談で言ったとしても十分それってダメなことじゃんっていう話ですね,ねでこれあの後、えー、こう,こう,こうあったあった、うん、買開会式を担当した人はですね「デイリー・ビースに「森は松井を望んでいましたと」と、うん、彼が何か変えてほしい何かをしてほしいといえば、うん、まずは 森さんね、それ実行されました。森は事実上神の声だったんですと。うん、ああでなんか天皇もあのー、これ心配してた。ニューエンペラー＆ニューエラ、バットはダークフューチャー。これいつの記事？結構昔じゃない？ーレイマが始まった時じゃないのかな。あのー、ここのささっきのねあのー、ここに天皇もね、うん、あのー、今回のコロナは感染拡大が広がるんじゃないかと懸念していたけというふうにこう言ったっていうのを。うんうん 言っててで森はさ2000年に首相だった時に演説で日本は天皇を中心とした神々の国と発言し帝国う日本軍の,国,あの国家主義的な感情を反映して軍国主義的なあ,あの感情を反映して物議を醸し出したこともあったと。なんかも うん<ー>でも「デイリービースト」誌だけじゃなくて実はこれ「デイリーメール」っていう、うん、もうちょっと大衆誌の方にも実は取り上げられているんですけどもうん、うん、なんか「あのゴジラ」って言ったら「面白い人を思うんだこいつ」っていうような大体書き方されてますね。うんうん、いやーで「デイリービースト」はね組織委員会と森脇朗にコメントを求めたけど回答は得られていない阿部さんと違ってブロックはされません。<laughs> まあ、ツイッターやってないいんじゃないの森さんいやー だ日本の,その差別意識問題に関してはこういうデイリー・ビーストみたいなえまあ表に上がってきた問題を取り上げるところもあればですねまあちょっと今日時間ないんで紹介できないと思うんですけどワシントン・ポストみたいにそのハーフであるということの苦悩とかあとまあさっきのすいません問題じゃないけれどもえ銀メダルだった人がですねあの日本の銀メダル選手がすみませんというふうに言って泣く話とかですね結構いろんな取り上げられ方をしててそれはそれですごくまあ客観的に日本を を見るきっかけになります。あ、森のさあ、ニュースはさ、このインサイダーのやつにもさ、こうやって乗ったけど。うんうん、本当にもう、今金メダルで湧いてる日本の皆さん。あの、こういうニュースが海外で、はめちゃくちゃに書かれてます。で、これが同じやおり。同じやつで、で、これがあの、セカンドベストインザワールドバットスティールセイングソウーリー。はい。 これは多分ねやっぱりあの海外からするとものすごくさ不思議に思うことなんじゃないこれあのちょっと取り上げてもいいと思うんだはいえっとねこれ全部はやりませんけれどもじゃあいいですかまあ世界2位の実力でもごめんなさいごめんなさいを連覇ぶるという話ですねこれ世界オリンピックでは東京オリンピックで金メダルに届かなかった日本人選手は銀メダルを獲得したあとでもひたすら謝っていましたとこれ文田さんかな文田さんかこれさん っていう選手なんですけれどもうん、うん、まあレースリングですね、うん、グレッコローマンレスリング、うん、えー、文田さんがですねまあまあ言葉が出てこないほど泣いていましたと今週の大会で最後の試合を終えた後、うん、あの困難な時期にオリンピックを運営している関係者やボランティアの方々に感謝をきの気持ちを返したいと語ったうん、うん、このような恥ずかしい結果になってしまいましたえー、本当に申し訳ありませんと、うん、はい頭を下げたって話ですねこの人25歳です何に対して下げているのかが問題なんだよな、うん、これ、うん、東京オリンピック でおなじみの光景だが、うんえー、多くの日本人選手が競技後のインタビューで涙を流し金メダルではない結果を謝罪している文田選手のようにメダルを獲得した選手もチームやサポーター、えー、国を失望させてしまったと嘆いていましたとチームやサポーター国はい、うんえー、でまあ,あのもうちょっと耐えたかったけど、うん、やっぱダメだったチームのみんなには本当に申し訳ないと思ってるみたいですねでここでですね海外の、えー、感覚が書いてあります、うん、世界2位で謝罪するとというののは成功の尺度として は不条理で容赦ののなないようなものに思えますしかし母国で戦っているアスリートたちにとって感情的になって懺悔する姿はしばしば日本の報道機関からの鋭い質問を受け、うん、後悔感謝義務感謙虚さが複雑に絡み合ったものになりますでここであのスポーツ弁護士だと知らないんだけどさの山崎さんっていう人がですね銀メダルしか取れなかったことを謝らなければ批判されるかもしれません、うん、というふうに語っています。クソみたいな社会だねで山崎さんはは日本のスポーツ選手は ない頃から自分のためにスポーツをしているとは考えられないと、うん、えー。子供の頃は特に大人や先生、親などの目上の人からの期待がありますと。と、ねうん、はいいう話が書いてありますね。 まあそれが根強く残ってると。うん、でもコロナでね、えー、オリンピックは開催前から国民の間で大きな不評を買っていると、うん、だからもうすごく選手たちへの期待が多くなっているし、まあ、感染者が増加していることの不安から、オリンピックの開催を正当化するためにメダルを獲得しなければならないというプレッシャーを感じている選手も多い、うん、メダルを獲得できないと悔しさをにじませてしまうということですね。うん はいえー、スポーツクライミング原田選手、えー、自分に嫌気がさしたと目をはぐしく拭っていました、うん、体操の鉄棒6位の北蔵野選手、涙をこらえながら応援してくれた人へのことを話したと、演技でお返ししたかったけどできなかったと、で大坂なおみ選手が女子シングル3回戦で敗退の声明で、日本代表として誇りに思うとしながらこと、期待に応えることができる、申し訳ないいと述べています、うん、謝りまくっていると、はい、大坂なおみさんも含めて。はい でまあ日本文化の中では文字通りすいません「すいませんすいません」をこの連発する、うん、あのことが多いよと家に入るのですらすみませんとでもその謝罪がね、うん、時にはあの<虚>このこ空虚になるとはい,いこと、ね、そこで森さんの話が出てくるです、ね、でそれで森さんの話がねあの出てくるんだよな、はい 東京オリンピック組織委員会の前会長である森喜朗氏は当初性差別的な発言をしたことの辞任を避けるためこのような謝罪を利用しようとしました。うん、しかしソーシャルメディアを利用した激しいキャンペーンにより、うん、まあこれソーシャルメディアでの炎上うですね、うんえー、森氏は辞任に追い込まれました。だから結局その、えー、っと結局局そそのの よく日本人が謝るっていうのは責任の所在を明らかにするというようなとじゃあ慣習的なところもある、うん、あすいませんみたいなねなんだけれどもそういう謝罪は結局空虚になりがちなものであるという話がしてあります、うんうん、はいまあここはどんどん長いんでまあねあのー、国チーム、うんうん、サポーターの皆さんに「ごめんなさいと」と、うん、このいう文化っていうのは私はおかしいと思うよ、うん、だってなんでかっていうと何がおかしいかって謝られて間違えてるもんは<ー>、うんん サポーターチームうんコロナで死んでいった人たちには何で謝らないんですかあアスリートがうんあそういうことなんだオリンピックのアスリートがね謝らないとダメですよ、うん、ね、なんでかっていうと、うん、オリンピックには3兆円の税金が使われていますははスポンサー費用と合わせると4兆円ですうん、うん、これだけあったらどれだけの命が救えましたか、うん、全く救えてないじゃないですかオリンピックのせいで、うん、ででコロナ オリンピックなかったら、うん、コロナ広がってなかったよね,まあねなんで謝らないの1億1万5千人、ね、コロナで死んでます、うん、オリンピックがなかったら、うん、コロナは感染拡大しなかったと思います、うん、にもかかわらず私たちの夢を叶えるために3兆円もの税金とコロナ対策を無視してまでオリンピックを開いてくれてありがとうございますまずは医療従事者や コロナにかかって苦しんだ人々そして亡くなった人々の犠牲に立っているということを認識した上でこの金メダルねありがとうあるいは銀メダルしか取れなくってごめんなさい結局スポーツ選手は申し訳ないけど自分のことしか考えてないんだよこんな納金でいや俺はそう思うよだって3兆円税金使ってんだよ3兆円税金使っててこれ、えー、今度こういうけ値上げされるじゃん されますね。うん。で、雇用保険値上げされるけど、あの、オリンピックに使った総予算四兆円。うん。ゴートゥートラベル使わなかったら増税されませんまあそうですね。で、新型コロナウイルス感染症対策、ね、オリンピックなかったら感染広がってると思います。オリンピックがあった方がコロナがあのー、少なくなる。だから聞いた。うん。って断らないでしょうね、うん。ってことはその分人が死んだんですよ。なんでそれ？オリンピックのアスリート。 謝らないの？おかしいよね。俺これに関してはすごい違和感感じるわ。そうなんだ。うん。それはあんまり私の発想になかった。なるほど、ねうん、だってあの例えばあの私がね、うん、うん。あの皆さんから、えー、強引に四、うんえー、兆円回収しました。うん。あの税金。うん、うん。回収してで、えー、コロナ対策、うん、<laughs> コロナ対策なんかよりも私のお金ですと。 で、それで私が世界最高のアニメを作ったとしましょうなるほどでそれが全世界でヒットしました、うん、でも私がアニメを作ったせいでコロナに避ける予算が足らなかったうん、うん、で、それでいっぱい人が死んでしまいました、うん、でも私がねそれに対して全く感謝の念も、うん、ね、残念だと思うっていうこともなく「うん、世界で一番の賞を取りました万歳ありがとうキム・イダルでーす!」って言ってたら非難、うん、はそれ当然だと思うよ IOC は怒られるべきだと思うないやいや選手も怒られるべきですそうなんだ俺はそう思うなるほどねあのだっていややる夢だからやっていいようん、うん、やっていいけどうん、うん、なんでメダル取った選手が、うん、そのコロナへの犠牲者に対して一言もないの誰一人ない、うん、今のところなるほどねうん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 それはねあの俺は変 でその上河村みたいなクソがいて須賀、うん、さんが原発記念式典で読み間違える本当になんかもうクソみたいなニュース続きですよまあね本当に、ねうん、だからあの今回ねあのこの恥がさらされてるということ、うんうん、私はちょっと耐えられないねおかしいと思います。 海外ニュースにはでもやっぱりねどんどん出てますから多いですね、うん、はい。うん、まあねあのそんなわけで、えー、今日も読書っていうことなんですが今日ちょっとねもう腹の立つように紹介しすぎて腹が立ちすぎました、うん、えム、ー、カついてごめんなさい、うん、はい今日も読書チャンネル登録といいねよろしく